こんにちは、ハイジです。今日はこちらの方が来てます。こんにちは、鉄道の機嫌に鈴川彩子です。よろしくお願いします。2017年も終わりに差し掛かってきましたが、今年の大人気スイーツコンビニランキング、はい、いってみましょうよ。はい、1位から順にこうなってるんですけれども、今日はこれを2人で食べて、はい、どのくらい美味しいのか見ていこうじゃないかということなんですけれども、ルールがありまして、はい、こちらの回転寿司のおもちゃ、鈴川さんの持ってきていただいたやつなんですけれども、そうですね、はい、こちらもやっぱり2017年の終わりということで、はい、私が今年良かったと思う、おもちゃをちょっと今回持参させていただきました。すごいよね、これもね。でこれに一個一個乗せて出てきたのを食べれるってことなんですけれども、はい、あちらに用意しております小松さんにはね、ショベルカーでアンパンマンのプールに入ったカプセルをすくって出てきた名前の方が食べられるという。さあ、カプセルをショベルカー乗って、あれ、手で取った、お手で、ね、まあ、手で取れるんだけども効率的だけど、そっちの方が、そうだ、それだ、それで来た、そう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 、はい、こっち来てください。 OK、 ゲットしましたね、はい、ありがとう。食べられるのは、はい、カパッ、お、私でした。取りたいのが来た時に、はい、取りたいのが来た時にこの白いバーを上げます。するとシュルル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 ル。こちらファミリーマートさんの濃厚焼きチーズタルト、はい、いただきたいんですが、はい、そうですよね、やっぱりね、そうなんです、すいません、ちょっと私は妊娠中で、はい、ちょっとね、ナチュラルチーズって書いてあるのがね、はい、せっかく6位当たったんですけど、はい、ただこれしょうがない、鈴川さん、ね、申し訳ないですけど、もう食べちゃいます。いやー、悔しい、はい、悔しい。こんなに表面の感じすごい、なんか、ね、トロトロふわふわして、そんな見た目ですらありますよ。あ、ほらほら、ほぐれるもんね。ちょっといただきます。あー、美味しい。あ、程よい酸味。タルトの生地の方がやっぱちゃんと甘くてしっとりとしてるんです。中の部分、本当にチーズケーキですね。チーズケーキは普通チーズケーキ単品で食べるみたいなよりあるけど、それにこのタルト生地が合わさって深みを増してますね。お、来た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 。あー、よくできました、はい、ありがとうございます。ファミリーマートさん、ケンズカフェ東京監修ショコラタルト、恋を食べられるのは、あー、ハイジーさん、いただきます。いただきます。ちょっと鈴川さん、すいません、なんかくー、いや、ちなみにこれは食べられたやつなんですか、今回、妊婦さんでも。はい、食べれます食べれますし、はい、私実は2回ぐらい買ったことあります。あ、もうすでに、すでにリピーター、ハイジーさんよ、降りてきた。あー、綺麗で、おお笑っちゃうよね。税込み178円ですから、はい、やっぱこれなかなかのものですよ、きっと、うん、あらららららら、タルトっぽいですね、はい、でも今度は中がすごくしっとりとかいう感じじゃなく、ちょっとクッキー状みたいに見えますが、どうなのでしょうか。あ、あ、でもやっぱそうです。ちょっと鈴川さん、はい、僕あんなこと言いましたけどごめんなさい。あの、スプーンがすごく入る。ほら、やっぱ柔らかいんだ、中は。柔らかめですね、結構。あ、いただきます。うん、タルトの食感と中のこれの食感のバランスがまた良くて、中のこれ何、ショコラの部分、そうなんです、やっぱりチョコレートこだわりが、これね、ほんとねっとりっていう食感ですね、もう。そうですね、中のショコラの部分はフォンダンショコラの、そうです、そうです、あの部分がここにちゃんと収まってるっていう状態。セブンイレブンさんのバター香るカスタード&ホイップ、おっ、来た、来た、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ4位は、食べられるのはこれ、僕ばっかってことないですよね、あの入ってるカプセル。よいしょ、はい、行きました、行きました、はい、今度はパイ生地ですね、だからね。そうですね、はい、完全にパイで、セブンイレブンさんくらいになるとこだわりがすごくて、はい、食べやすくなってます。あー、開け口見て、ここからねー、こう、そんなおしゃれな開け方があるんですか。こう開けて、で、こう食べやすい、食べやすくなっちゃってんのよ。いただきます。はい、あー、美味しそう。
パイ生地ホイップクリームカスタードクリームの融合なんですけども、いいのが思ったほど、はい、パイ生地がパリパリパリっていって全部がこぼれてくる感じじゃなく、そうですね、今全然でしょ、しっとりめに、しっとりしてるからそこまでこぼれてこないと、食べやすさもすごくちゃんとしてます。人んちで食べるのも気遣いますよね、これを。ただこれは大丈夫でした。女子の方、女子会でだから人んちでやるときも買っていきます ね、 そうですね。ボロボロにならないから。うちカフェシリーズの、ゴディバ出た、出ました、ショコラクッキーサンドオレンジピール入り。お出た、2個、2個、どっちがいい、どっちがいい、黄色と緑どっちがいい、黄色、黄色、これ、うん、ありがとう、じゃ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 、あーやった来ました。私鈴川が第3位いただきます。あらららら、ね、ゴディバを持ってきますか。ゴディバ、初っ端ゴディバちょっと行かせていただきます。あ、そうですか。鈴川さん、これ税込み400円だ。これもう、嘘、カフェで食べるケーキの値段しますよ。本当だ、すごいですよ。気づかなかった。絶対美味しいよ、こんなの。絶対美味しいやつじゃん。いや、すごい、これ来てくださいよ。よいしょ、おうわ好きだね、このシーン。めちゃめちゃ笑ってる。キッズでもチョコレートがね、ちょっと苦手なんですよ。珍しいチョコレートが。ちょっと、ハイジさん、すごいです、これ。ちょっと待って、見てください。なんか金、金に光ってる。上に、わ、ちょっとなんか横もすごい、はい、ちょっと一回持ち上げます。断面みたい、断層っていうの、うわー、美味しそう。コーティングされてる。え、これ中、うん、何が入ってるんだろう。一応上と下はあのクッキーサンドですからクッキーなんですけど、でもこの上はチョコレートでコーティングされてて、ね、さらにその上に今この板もね、チョコが乗ってます。いただきます。やったー、キッカもすげえな。うん、うん、これすごい、オレンジが結構見た目このコーティングされてるので、うん、しっとりしてるのかなと思ったんですけど、うん、すごいもうザクザク。あ、そっち気になるんだ、はい、で逆に中が、はい、全く違うものが入っているっていう感じではなく、その延長でなんかちょっとオレンジの、あ、そうなんだ、味がする。結構しっかりオレンジです。ちょっとあの、はい、ね、はい、まあやっぱ2位から気持ち新たにということで、はいはい、場所を変えてね、2位になると場所も変わります。そうですね、2位はやっぱり変わりますから。第2位は、あ、またこちら、またゴディバさんが登場しました。そうですよ、ローソンさんのうちカフェ、はい、とのゴディバさんコラボシリーズ、濃厚ショコラケーキ、はい、ラズベリーガナッシュ入りですって。はい、ガナッシュっていうおしゃれワードが発生まれてきましたよ。ガナッシュっておしゃれすぎて何か分かんない。もうなんかナッツ系、これにしますか。はい、じゃあ第2位、どっちだよね。だから、いや、だから、いただきまーす。ゴディバ総取りじゃん。ちょっとさっきの、はい、やっぱりあの、まあ、ゴディバさんの商品とちょっと比べてみたいなっていう気持ちはあったので、ゴディバ食べ比べして、はい、贅沢。これまた、しかも同じですね、はい、税込み400円で値段も一緒、はい、降りてきて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 、降りてきたよ。ローソンさん、うちカフェスイーツとゴディバさんのコラボ、濃厚ショコラケーキラズベリーガナッシュ入り、税込み400円でございます。おお、おお、なんか全部しっとり系かもしんない。もうだって、あ、すごいチョコレートのいい匂い。もうちょっとなんかこのスポンジ感が強いのかなっていうお写真だったんですけど、これ、ね、このちょっとあのココアがトリュフ、トリュフのやつみたいな、ね、生チョコとか、ね、そういうトリュフの感じで。ちなみにラズベリーの方は妊婦さん大丈夫なんでしたっけ。いや、もうラズベリーはむしろ食べてくださいぐらいで、書いてある、はい、あ、いいって書いてある、食べてくださいって書いてある、はい、じゃあ大丈夫だ。じゃあちょっといただきます。はい、ちょっと柔らかめの生チョコを食べてる感覚で、特にそのスポンジ感が感じられたりとかはないんですけど、本当になんかまあチョコレートを食べているっていう。あ、じゃあラズベリーは風味としてちょっとあるくらいの感じなのかな。うん、あ、な、今、あ、今食べたとこすごいラズベリーでした。ここがちょっと色が違うの分かると思うんですけど、うん、ここが
ラズベリーガナッシュですね、きっと。ガナッシュって何よ、ガナッシュって何ですか、結局何だったんだろう。ケーキっていうよりチョコレートです。もうですね、もう美味しい。これ正解です、鈴鹿さん。正解。チョコレートにたっぷりの生クリームを加えたり、また温かい生クリームにチョコレートを溶かし込んでる、口溶けの良いチョコレートですって書いてあります。ガナッシュが。あ、そうなんですね。ガナッシュってチョコレートでした。なるほど、はい、チョコレート、チョコレート、まさに本当にチョコレートです。そうそう、本当になんかパッケージ見てロールケーキみたいな感じかと思ったけど、チョコレートでした。確かにチョコレートです、これは。当たりです。美味しい、はい、もうチョコ苦手なんだもんね、チックンは。なぜか、もったいないよ、これは。これ絶対欲しいのに。食べたいって言えばいいのに、チョコ苦手なんだもんね。食べてみる。あ、いける、食べてみる。食べてみない、食べてみない。セブンイレブンさんのティラミスモコ、これは食べたいよ、これ食べたい、はい、それ、これにするの、はい、これは、はい、ダカ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 、あ、ハイジーさん来ました。すいません、すいません、なんか申し訳ない。すごい苦渋が、そう、ハイジーさんが1位もらっちゃいました。これまでの濃厚なんとかとかそういうことじゃなくて、モコで、モコでなんか感覚的に伝えてるっていう。でもやっぱり食べたくなりますよね、モコがあるだけで。そう、ティラミスシュークリームよりはティラミスモコの方がなんかちょっと、なんだよモコってなりますもんね。なりますよね、はい、さあ降りてきました、ティラミスモコ。ここ面白いよね。これまでの階段踏んでいくと500円くらいするのかなと思ったら、もう130円で、やっぱそのお手頃さっていうのもまあ10位に、ね、スクイーズだよ、もうこうなるともう逆にこう、あの低反発の、そうそう、なにこれ、いただきます。ティラミスモコ、美味しい、これは美味しい。結構これ皮薄めですね、今見た感じ。皮もちもちで、もうクリームが液体かのごとくドバッと吹き込んでくる感じです。いいな、吸いたい、吸いたい。ストローで吸えるくらいの質感。いや、これいいよ。しかもティラミスの味ですし、だからただのシュークリームじゃないです、もう完全に、うん、トータルでもティラミスっていう、うん、ここはの皮とティラミスの クリームっていうんですかね。そのモコの、モコの部分はどうですか。モコ、モコか、そう、僕はモコを探してるんですけど。モコを探してるんですけど、モコがどこなのか今のところ分かってない。見た目ですかね、やっぱりこうかもしんない。